高山にあたります田代台高原のあたりで吹雪に遭い、210名が遭難し、199名の兵隊さんが犠牲になったと言われております。そしてその小高い丘の上には捜索隊の目印になったと言われております五島五町の銅像が建てられております。